このハーフアップアレンジ、美容師からしたらちょっと惜しいかなと思うんですけど、皆さんなぜだかわかりますか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのハーフアップアレンジをより可愛く見せる方法をご紹介していきます。冒頭でもちょっとお伝えしたんですけど、ちょっとだけ惜しいなって個人的には思ってて、ある一箇所だけを変えるとよりね、形が綺麗になっておしゃれなハーフアップアレンジになるかなと思います。その方法ね、本当に単純なので、皆さんね、毎日ハーフアップされる方に関しては意識をするとだいぶね変わってくるかなと思いますので、ぜひね、いつもハーフアップアレンジをやられる方、よかったら参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。まずね、よくやりがちなハーフアップをやります。だいたいね、耳上ぐらい、耳上ぐらいの髪の毛を取り分けて、後ろにね持ってきてまとめていくと思います。こんな感じでまとめて、で、クリップみたいなものでバチッと止めて、で、こう引き出すと思います。でもこういう感じで引き出したとしても多少おしゃれなんですけど、ここがやっぱりペタンとなりませんか？なので美容師がやるハーフアップはここが結構ポイントなので、そのやり方をご紹介していきます。では美容師がやるハーフアップをやります。まずね、もうブラシでしっかりとこの上の根元を溶かします。で、この表面の部分の分け目をこうやって単純になくします。こういう風にしてちょっとね、分け目の部分をふんわりさせる、これがまずポイントです。で、溶かしてちょっとふんわりさせたら、もうさっきと同じように同じ位置で分け取ってハーフアップをしていくだけです。で、この時に手ぐしでもね、上の部分からしっかりと持ってきて、なので、やるときにこう横だけじゃなくて上の部分もしっかりと溶かしてまとめていく、たったこれだけなんですけど、これだけで劇的に変わります。で、同じようにクリップで留めていきます。で、同様にこの部分を全体的に引き出していく。するとさっきよりもここが少しふんわりしてませんか？この方が表面の部分もふんわりとして、このね、横だったりとか後ろの部分も立体的に出るので、ハーフアップの形がめちゃくちゃ綺麗になります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。めちゃくちゃシンプルなことなんですけど、すごくやっぱり大事なことで、もう単純に上の部分の分け目の部分をしっかりと、くしで溶かしたりブラシで溶かして、で、まとめる時もしっかりと溶かしながらまとめていく。もうこれだけで引き出した時だったりとかが、例えばここ引き出した時でも上も結構ボリューム出やすかったりもするので、形がかなり綺麗になります。やっぱりね、まとめる時って皆さんこう横からとか下からとかで、しっかりと溶かしてやる方も多いんですけれども、本当にね、上の表面の部分やるだけでも頭の形がね、横から見ても後ろから見ても形がすごく綺麗になって、で、前から見てもね、こう高さが出てるような感じにもなるので、かなりおしゃれに見えます。そこを意識するだけでヘアアレンジがね、ぐっと変わってくるかなと思いますので、ぜひよかったら皆さんやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。